グダ4、4型、標準塗装、バッファ上部に、ロールボック経引用アダプターを、取り付け、1988年グダ4、46002号機、復刻されたサロン車による、ゴールデンパスクラシックを経引する同列車線用塗装機、2005年編成の中間にグダ、4、4型を連結した、クリスタルパノラミックエクスプレス。3両目が、同列車線用塗装機、 1993年グダ4-46005号機ゴールデンパス塗装機2013年モントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道グダ4-4型電気機関車はスイス西部のモントルー・オーベルラン・ベルノワ鉄道で使用される山岳鉄道用電気機関車である旅客輸送量の増加に対応し5両編成のパノラミック急行を70パーミル区間でも 牽引できる電気機関車として1983年に4機が、車体、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、主電動機の製造を BBC が担当して製造されたもので、サイリスタ直波制御により1時間定格出力 1068kW、牽引力 86.5kN を発揮する汎用機として、 70パーミルで110トンを時速40キロメートルで、軽引可能な性能と最高速度時速100キロメートルの高速性能を合わせ持つ。なお、1983年に、フリブール・グリュエール・フリブール・モラ鉄道でも同系機2機が製造されて使用されたが、2007年にはこれらの機体もモントル・オーベル・ラン・ベルノア鉄道に譲渡され、現在では、全機が、 モントル・オーベル・ライン・ベルノワ鉄道で使用されている。それぞれの基盤と SLM 製板、製造年、機体名フリブール・グリュエル・フリブール・モラ鉄道101から102号機の、モントル・オーベル・ラン・ベルノワ鉄道への上渡年、上渡後基盤は、下記の通りである。なお、スイスのメーターゲージの電気機関車の形式称号は、GE、荷物電車は、でであるが、 本機の形式称号グダはそれらの混合した特有のものであり、実体としても定格出力 1000kW 級で荷物室付けと荷物電車に近いものとなっている。ゴールデンパスクラシック塗装機のエンブレム。ありがとうございます。